ナインゼロは、ロックメタルシーンで活躍している、オーストラリアシュドニー出身のシンガーソングライターである。ヘビーメタルや、ハードロックの影響を受け、パワーカコフォニーメタルなる、新たなサウンドを開拓している。現在は、東京を拠点に活動中。彼は、高校時代、合唱部に所属し、王様と私、オクラホマ、キスメ、ケイトや、パラマッタなどのミュージカルにも出演。 オーストラリア入荷する大学を卒業。その後、ロックメタルバンドのシンガーとして活動を開始する。ニネゼロ新バンド活動を開始。メンバー、ニネゼロボーカル、ケンタローギター、オンダ怪人ベース、ひまわりドラム。自分の本名、クレイグをもじって名付けられた愛称、90としてソロ活動を開始。2008年にアルバムザ・ビギニングをリリース。 ニューアルバムサニティ2009年をリリース。90は、ロックコミュニティサイトウェロックシティのテーマソングロック、シティを提供。アルバムザビギニングに収録されている。2011年より、ニネゼロザアウトローズとして、ライブ活動再開。ニネゼロは、以前、ライデンライデンというバンドで活動をしており、2006年には、アルバム、ライメイをリリース。 同タイトルに収録されている楽曲は、ウェロックシティのウェーブ挿入歌としても使用されている。ニネゼロが歌った曲が、コナミの音楽ゲーム、ギターフリークスと、ドラムマニアに収録されている。最初に参加した曲は、彼のオリジナル曲、インサイドアウト。2007年に発売された、ギターフリークス V4 と、ドラムマニア V4 では、ディープパープルのブラックナイト。 キッスのロックンロールオールナイトでさらに2曲参加している。同年のゼップ東京でのイベント、ザギタドライブ、B マニテンスアニバーサリーメモリアルイベントでは、ファイアインザダークと、インサイドアウトを2000人の観客の前で披露。その模様は DVD としても発売されている。また、同ゲームタイトルのサントラ、ロック、X ロックには、インサイド、アウト、 ブラックナイト、ロックンロール・オールナイトの3曲が収録され、2008年に発売されたギターフリークス V5 とドラムマニア V5 では彼の2曲目のオリジナルソング、ファービオンド・ブラック・エンドが収録される。この曲は同年に発売された同タイトルサントラ CD にも収録されている。ありがとうございます。